ベルサイユに行くっていうのは最初から今日って決めてました。どうしてかっていうと、今日は娘のことを空港まで迎えに行かなきゃいけないんです。で、迎えに行くにあたって片道だけでも空港まで10ユーロとかかかっちゃうんですよね。12ユーロとか。それだったらモビリスの1から5までを買っておけば、ね、20ユーロなので、まず空港までそのまま行って、その後パリも観覧できますよね。しかもベルサイユまでも10ユーロとかかかるんですよ。そしたらベルサイユの日と空港に行く日を同じにしておけば、20ユーロのモビリスの切符でどっちも行けるってことなんですよ。だからもう最初から今日ベルサイユと空港に行く日は同じ日付だって決めてたんですね。まずどうしてベルサイユ宮殿に行きたいのかっていうと、皆さんも私たちと同じ世代でご存知かと思うんですけども、ベルバラですよ。ベルサイユのバラ、あの世界に少しでも足を踏み入れたいと思ったからなんですね。せっかくパリにいるんだから、一度はあのベルバラの世界を見てみたい、そう思ってベルサイユに行こうって決めました。で、インターネット上でベルサイユに行くにはどうしたらいいのかなと思って調べてみたんですけども、そうするといろんな行き方があって、例えばパリの郊外に出るための鉄道、メトロではなくて地上を走っているあの鉄道で行ったらいいよだとか、もしくはバスで行ったらいいよとか、それともツアーに参加したらいいよとか、いろいろ出てきたんですよね。で、鉄道で行く場合には C 線っていうのに乗ってください。 C でアルファベットの C に。 でも C 線に乗るためにも結構私の、ホテルのところからだと遠かったんですよね。で、あのホテルからの行き方で調べてみたら L 線に乗ってください、郊外に行くための鉄道の L の線に乗ってくださいと書いてあったんで、この電車に乗るのか、すごいな。すごいな。じゃあ L 線で行きましょう。で、ただこの L 線で行った後、その後にその降りたベルサイユの終点の駅から20何分歩いてくださいって書いてあるんですよ。これ 1.7 キロかな、歩いてくださいって書いてあって、これじゃちょっと辛いなと思ったら、途中の駅で降りてバスに乗り換える方法もあるって書いてあったんですね。じゃあバスで行きましょうということで、当然途中の駅で降りようとするんですけれども、これが私にとってはまあ悲劇だったんですね。まあ、自分が悪いんですけども。
スに乗り換えるためにL線のこのモンテレウィルステーションっていうところで降りたんですね。で、私と同じようにベルサイユの終点からベルサイユ宮殿まで 1.7 キロも歩けないと思った方々が他に5人ぐらい一緒に降りたんですね。もちろんみんな赤の他人なんですけど、でも、まあ、ちょっとみんなでバス停までどうやって行くのかっていうことをそれぞれ地図で調べてたんですよ。で、私はですね、 Google マップの携帯の Google マップのライブビューって機能があって、そのライブビュー機能を使えば景色を映すことによってどこに行ったらいいかっていうのを画面上で矢印で教えてくれるんですね。ですので迷うことがないんですよね。だから私なんか得意になってしまって、その画面の矢印の方向を一生懸命見ながら一番先頭を切って歩き始めたんですよ。で、得意になってライブビューばっかり見ていて周り見ていなかったから、階段の段差のところで思いっきり転んだんですよね。ハットグ。そしたら皆さんが Are you okay? とか Do you need help? とか言っていろいろ声かけてくれるんですけど、 I'm okay って言って立ち上がろうとしたんですけど立ち上がれなくって、でもみんなが、あ、バスが来ちゃうって言って走り始めたんで、私もものすごい勢いで立ち上がってみんなの後を追いかけて走ったんですよ、思いっきり。でも、まあ、とうとう私だけ乗れなくって、皆さんがバスに乗っていくのを見ずに目に眺めてました。はあ、あった。でももしかしたらこの走ったのも良くなかったのかもしれないですね。その後もうじん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 痛くなってしまって、まあ、15分後ぐらいに次のバスが来るのでそのままバスで待ってたんですけど、あ、これやばいな、なんか自分の中では折れてるかもしれないななんて思いながらバス待ってましたね。Wow! Look at that! Wow! めちゃくちゃ大きいな。 Hot dog!Thank you.
着にも興味があった。Thank you.
Thank you.